話があるんだ。騎士団長から手紙が来た。すぐにナビール城へ戻るようにと書いてあった。いや、でもこれが酒場での賭けだったら、オーレリアに関連した話だって書けるね。私は遍歴中の身だから、厳密に言うと呼び戻すことはできないんだ。だが団長は私の第二の母みたいなものだから。私は今君と旅を共にする身だが、ハイアイルに戻ってジョーベル卿と話す機会がもらえたらとても嬉しい。助けが必要だというなら助けたいんだ。ナビール城に戻ってこられて嬉しいよ。騎士団長は騎士塔の近くにある部屋にいるはずだ。そういえば両親に君のことを聞かれたんだが、忙しくて夕食に招待するのは無理だと言っておいた。君と旅することを選んだから私は遍歴の騎士とみなされている。簡単に言えば放浪者という意味だ。地道に世界をより良い場所にしようとしているもの、君と同じだ。それは完全に騎士団長次第だ。町に配備されることもあれば、探検に行くこともあるし、単に島の巡回を求められるかもしれない。トーナメントの最中はそう思えなかったかもしれないが、騎士団は社会に貢献するべき存在なんだよ。ドライ、誓っていいなだ。まあ実際のところ騎士になってこんなことをするとは思っていなかったがな。でも私たちは力を合わせて数多くの不正を解決してきただろう。ゴンファローネ湾の財宝を全部もらってもこの決断を変えることはない。良さそうだ。城を見られてよかった。もう一つの家だからな。お帰りなさい、ベロイーズ卿。来てくれてありがとう。ちょっと問題があってね。来てくれて嬉しいわ。手短に話しましょう。ストロス M 会での災難の後、オーレリアは目を覚ますどころか何らかの調査に出かけてね。安否が心配なのよ。娘の居場所が分かっているならイソベルに手紙を書いたりしなかった。オーレリアは自分が生み出した問題を解決するために冒険に出るから心配しないでと書いたメモを残していったわ。心配するなといえば
安心すると思っているみたいね。そうよ、もちろんすぐにイソベルのことが思い浮かんだわ。遍歴の騎士として探しに行くかどうかは彼女の自由、これは命令ではないわ。娘のことが心配な母親からの心からの頼みよ。無関係かもしれないけれど、獣士のニルスモンをもう何日も見ていない。彼はオーレリアのことが気に入っていたから私より詳しいかもしれないわ。弊社にある彼の寝台を調べる許可を与えましょう。広間の奥を左に行ったところよ。調べてくれてありがとう。もちろんオーレリアが何をしようと彼女の自由。でも娘は騎士じゃないし、タムリエルは危険な場所。無事に家へ戻ってほしいの。ストロス M 会での彼女の失態については時間をかけて話し合ったわ。印象指輪がイソベルの家族にどんな意味を持っているか、その詐欺師がどれだけの被害をもたらす可能性があるかについてね。彼女はその話し合いでかなり目が覚めた様子だった。そう、逆境に触れたことであの子も反省し、どういう人生を送りたいのか考える機会になればいいと思っていたのだけれど、いきなり飛び出すなんて反応は予期していなかったわ。大丈夫、オーレリアを見つけるため全力を尽くします。本当だといいけどね。でも分かっているでしょ、オーレリアはこうと決めたら考えを変えない。幸運を。あの男、あいつは詩人じゃない。お酒を飲んでいたんだな。それもたくさん、酒場みたいに臭いぞ。ここを見てくれ、うん、本当だな。見てみよう。この落書きを正しく読めているかわからないが、どうやらゴンファローネ湾へ行ったみたいだな。ここにある瓶はゼンキラムだな。忌々しい代物だが、港のすぐそばで堂々と作られているんだ。正門のすぐ南にある古代の怒りで提供されている。ニルスモンのやつはそこにいるだろう。まったく。
食べ物や飲み物が欲しいならカウンターで頼みな。あんたにマーラの微笑みを。ああ、詩人の？そういうことか。最近よくここに来るぞ。隅に座ってラム酒をちびちび飲みながら何か書いてるよ。今はここにいないが、奥に作品の一部が残ってると思うぞ。あんた、知り合いがたくさんいるんだな。会ってないよ。古代の怒りはそういう連中が来るには柄が悪すぎるだろ。他に何か役に立てることはあるか？不当に立って、ああ、港か。まだ水辺にいるか見に行こう。私に力を。橋の上を見て、私だ。ニルスモンは、待って、匂いがする。ほら、すぐそこに空き瓶。奴はこの橋を渡ったんだ。いた、ニルスモンだ。浜辺にいる。ニルスモン、オーレリアはどこ？彼女を見た？ああ、イソベルの友人だったな。いやあ、友よ、いやあ、イソベル。オーレリアを探してんのか？オーレリアは海だ。ゴンファローネ湾だ。ああ、いや、彼女は言ったよ。ああ、行っちまった。船の上さ、ほら、スイッとな。どうして彼女はあのマーソ船長がそんなに好きなんだ。あいつ船持ってるだけで詩も書かないじゃないか。質問ばっかりだな。君たちには付き合ってられん。船がどこに行ったかなんか知らないよ。そんなの船の悪人に聞け。いや、屋根の役人な、違う、船の役人、それに聞け。配送係がまだいるか見てみよう。橋から戻ってくる。右だ。ニルスモン、目が覚めたらナビール城に戻りなさい。ステンダールの息にかけて、それから風呂に入れ。愛が報われなければキスキス眠らないぞ。眠った方がいい。何？貨物船の予約とか？はあ、でもそれは気まぐれで教えてあげられる情報じゃないね。なぜマースを探してるの？うちはベロイーズ商会と問題を起こしてないし、マースはいい人だよ。ああ、迷子になったなんて胸が痛むわ。なら取引しましょう。あなたが私の問題を助けてくれたら、彼の行き先を教えてあげる。どう？ハルツってろくでなしが客用のワインを数本盗んだんだよ。問い詰めてもしらばくれるの。はっ、とんだ嘘つきよ。取引したはずよ。あいつは背中が悪くてシーソーンのシップを作りたがってる。町の東にある水辺沿いに生えてるはずだ。それを取ってきて、無法者の隠れ家でハルツを探すといい。ワインを渡してもらえるわ。
ハルツを見るんじゃない。大丈夫、湿布を作ればすぐ元気になる。ああそうか、そいつを。いやだだだだ、シーソーンを持ってるのか。ハルツによこしてくれ、頼む。カジートは何も盗まない。だがカード勝負をした夜、数本の上質なワインがこのバックパックに転がり込んだかもしれん。だが、話をしてる暇はない。ほら、スカイリムの上質ワインだ。おお、ありがとう。ハルツはこれを使って強力な湿布を作るぞ。愛しの耳ドラに教えてもらった通りにな。今度カードをやるときは酒をおごれと、あのオークに伝えてくれ。ハルツを見るんじゃない。大丈夫、湿布を作ればすぐ元気になる。腕相撲の相手はいるかしら。盾になろう。ハルツを見るんじゃない。ああそう、カジートは何。例の高級ワインは奪えた？ああ、うまくいったのね。おかげで客と気まずい会話をしなくて済むわ。あなたならやってくれると思ってたから航路を調べておいたわ。マーソ船長はリベンスパイアに出航したわよ。ノースポイントで降りる予定だったけど、マーソは町のすぐ外にある小さな村に向かうと言ってた。ノースソルトって田舎町よ。リベンスパイアに着いたらくれぐれも気をつけて。暗い影が立ち込めてるって噂になってるから。あそこ、マーソ船長だ。イソベル、よかった。急いでくれ。オーレリアはこっちだ。ついていくよ。報告しろ。オーレリアはどこだ。サマン船長、悪党が二人飛びかかってきた。彼女を船に投げ入れ、岸に向かった。マーソと話して、見張っておく。どうしてここにいるかは知らんが、助かる。なんだって、オーレリアか。まったく、あの美しい目にやられたな。彼女は港に現れ、手を貸してほしいと言ってきたんだ。
彼女はキブ・リンドレスというイソベルの指輪を盗んだ泥棒を探させている。そいつがあの指輪で何かしでかしたかもしれないと言ってた。キブはノースポイントに手紙を出し、イソベルの家族のもとで働いているふりをしたようだ。奴はここにいくらか借金があって、ベロイーズ商会の資金を利用して返済しようとした。オーレリアが全てを教えてくれたよ。わからん、我々は村にたどり着くことさえできなかった。キブの仕事仲間かもしれない。オーレリアの無事を確保したら死体を調べよう。本当に申し訳ない、奴らいきなり襲ってきたんだ。騎士を南東に進むんだ。傷の手当てをしたら後を追う。何を作るのかな。生き残れた。よかったよ。神に感謝を。オーレリア、大丈夫か？ここよ、マーソー。私は無事、イソベルたちのおかげでね。どうやって私たちを見つけたのかわからないけど、ありがとう。話がたくさんあるの。お母さんが連絡してきたんだ。ひどく心配していたよ。母のことは心配しないで。冒険に出てたの。いろいろ学んだわ。ストロス M 会の後、ちゃんとお礼を言う機会がなかったけど、こうしてまた助けに来てくれた。分かってる、急いで行動したからね。でも聞いて、話すことがたくさんあって。キブとのあの問題の後、私は母と時間をかけて話し合ったわ。母はあの印象で誰かがとんでもない失態を引き起こしかねないことをきちんと説明してくれた。ええ、騎士団長の娘として生きていれば、優れた初期の価値が自然と分かるようになるものよ。キブの策略は手紙を何通か送ったことで止められたけど、彼はノースポイントの口座から多少お金を引き出したの。その通り、マーソと私は襲われたの。これはきっとここに何かあるって証拠よ。母は急いで家に帰ってきてほしいんだろうけど、この問題は私のせいだから、自分の手で解決したいのよ。オーレリアが無事見つかったということだけを考えよう。そこが一番重要なことだからな。聞いたよ。でも信じられない。オーレリアは前から衝動的だったが、一体何なんだ。捜査官ベールにでもなった気でいるのか。いつもそうなんだ。ニルスモンの死はひどいものだが、なんというか理解できるんだ。私も昔は彼女にそういう気持ちにさせられたからな。はあ、よし、わかった。オーレリアはもう大人だ。聞き分けのない子供じゃない。リベンスパイアにとどまるつもりだというなら、と捕まえて家へ連れて帰ったりはしない。あの女捜査官の本を見習って、騎士団長に手紙を送るよ。私も団長もオーレリアの意思と行動を受け入れ、邪魔すべきじゃないと。いずれにせよ、ありがとう。君という友を持てて私は幸せだ。
ごめんなさい、心配させたわね。でもくよくよしないで。マーソと私は宿で休むわ。それから調査に戻る。心配するな、慎重にやるさ。こいつらが何をするつもりかは分かった。オーレリアはちゃんと守る。心配いらない。ひどい嵐にあった後、もっと気分が悪くなったことがある。数日休めば一等航海士も回復するさ。オーレリアを見つけてくれてありがとう。とても感謝しきれないよ。ああ、オーレリアは優しい心の持ち主だ。ストロス M 会のあの日以来、彼女はとても恥じていた。プライドが高いから口には出さないが、愚かなことをしたと身に染みて分かってるんだ。オーレリアは自分の過ちを自分の手で正す決意をしてる。手伝えるのは光栄だよ。イソベルと話してくれてありがとう。どう思われてるかは分かってるけど、もう少しで何か分かりそうなの。大丈夫、母には手紙を書くから。そうしないと騎士団を半分派遣されるだろうしね。手紙で何と言えばいいのか分からないんだ。拝啓、親愛なるジョーベル卿へ。娘さんを商船の船長とハイロックの怪しい地区へ泊まらせます。犯罪の陰謀を無事に調べてくれるでしょう。ケーグ、